そんな職人おる？消毒度が余ってそれは闇だぞ創業界の SNS 勉強会あるじゃん、はいはい、今度関東でやるんだろ。今度そうっす、関東で。ただそのさ、まあさっきもちらっと言ったんだけど、はい、なんかインスタにさ、視聴者だと思うんだけど3年ぐらいでもう長期無視してると。はい、でもさ、今まで散々あるでしょ。俺も営業やって1、2年でめちゃくちゃやべえやつ。こんな営業でもかっていうぐらいやばいやつ。塗装した3年後にうちに電話かかってきて雨漏れしてると。シーリング一式とか。うんうん。出しちゃってみよう。いい。ミレフィーユみたいにパカッて相見積もりあって、うん、塗装でできますで出してたんで、お客さんもあそこの職人はちょっとひどい。ひどいっすね。もういい噂ない。はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。さあ、お前たまたま思ったけど、この二人はゴールデンウィーク4日か。はい。ど、うん、真ん中に呼び出して、お前どんな日に仕事してんの？赤身だな。赤身でしょ。はい、今日は赤身です。うん、まあ、ちょっとやることあったんで。ん？やること？仕事できないやつってすぐ休みの日に出てくるよな。俺さ、ちょっと遠くないかな。こっちが呼んだのは、SNS 勉強会あるじゃん、はいはい、今度関東でやるんだろ。今度そうっす、関東で。そうそう、関東でやるもんで、はいはい、うん、それのなんか動画を撮ろうぜみたいな感じで。ただそのさ、まあ、さっきもちらっと言ったんだけど、はい、そのまあ、SNS 勉強会の今日でネタだったんだけど、動画がね、なんかインスタにさ、はい、なんかさ、まあ、視聴者だと思うんだけど、工事を依頼して、はい、なんかフッ素がなんかいいやつでやったと。はい、でも3年ぐらいでもう長期無視しとると。はい。こんなんてあるんですかみたいな。のがインスタで社長に来たってことですか。そうそうそう。はいはい、動画のやり取りで、ま、動画撮らせてくださいみたいな。なんか、まあ、どこの人だったかな。まあ、わからんけど、それが、まあ、俺見に行ってないんで、本当にもう、やり取りの中しか見てないんだけど。はい。どう？いや、もしですよ。うん。本当に、その、まあ、まだ文面ですよ。喋ってもないですよね、電話で。そうそうそう。もう物は何も見てない、俺は。なんか、フッ素かなんかに塗って。で、腸筋で指触って、うん、まあ、白い粉つくみたいな。そうそう。で、汗がもう出とるみたいな。色汗がな。仮に、例えばですよ、うん。ホームセンターのやつで、例えばなんかシリコンフッ素みたいな売ってるじゃないですか。うん。それでちゃんと塗ったとしても、3年で腸筋がしんくないですか。しんな。売れたら、アクリルもしないです。アクリルもしない。あるか、ね、3年で。フッ素。フッ素とか。まず見ないですよね。点検とか行ってて、もう、フッ素とかでも、平気で10で日が当たるところもチョーキングしてないんで。うん。はい。まあ、日が当たっとってもね、日が当たってても、まずないです。ないっす。普通は。まあ、わかんない。その、もうこれ断定しちゃうと、はい、その依頼しとるところが。そうです。まあ、だけど、まあ、どういうと、まあ、訪問販売がなんかじゃないのかなとか、まあ、訪問販売が全部悪いわけじゃないですか。訪問販売、それとかね。なんか訪問販売を、まあ、普通の年代でも、まあ、ある。でさ、俺今日、まあ、SNS 勉強会、6月一応、そうです。6月。何日 ?19 日。6月19日ね。フライダーで言うと結構面白かったな。コマショーさんと、はい、MZ さんと。まあ、YouTube とかの初心者とか、まあ、やってないともう、今後 SNS でビジネスがやっぱり、うまくいくよね、みたいな。だからリアルが出るじゃん。はい。会社が悪い会社だった。だから YouTube って変な会社もおるじゃん。まあそうっすね。何でこんなことあげとんだろう。まあ俺もそうやって思われてるから。どっちかっていうと。そうですね。じゃあだけどなんか、わからん。なんか、正義がない、なんか、おふざけっていうか。ああ。わかる。なんか自分たちをよく見せたいためにこれやってるなって YouTube ってね。ありますね。はい、まあ、それは別になくない、俺って。何でもそれはないですね。ある。いや、ないです。どっちなんだと。いや、ないです。いや、次のゴールデンウィーク真っ只中に、人に散らされる、横浜電店長の絵。おい、なんか笑うじゃねえぞ。なんか、ちょ、喋らんかい。何しに来たんだ、お前。俺今、これ、家政婦2号って呼んでるから。俺の家政婦2号が。1号誰かしてる。緑ちゃん。緑の家政婦1号。だけど、そうそう。ほんで、まあ、そういう、まあ、相談があって、まあ、今、それやり取りしようで、まあ、ちょっと動画になってくるかどうかっていうのはまだわからんけど、はい、実際は、でもさ、今まで散々あるでしょ。まあ、俺も営業やって1、2年で、まあ、お前らが話聞いてるんで、やっぱいろいろ聞くけど、そういうのってなんかない。いや、もう、めちゃくちゃやべえやつ。やばいなっていう結果。もう、ほんと、こんな営業でもかっていうぐらいやばいやつ。ああ、ありますよ。ある。あります、あります。何、例えば。まあ、3年前に、うん、
違う業者で、まあ、塗装しましたと。うちじゃなくて。塗装した3年後に、うちに電話かかってきて、うん、まあ、雨漏れしてると。うん、で、まあ、行ったわけですよ、僕が現状に。で、明らかになんかシーリングとかやってない感じだったんですよ。3年後で ?3 年後で。雨漏れして、まあ、うちもないこともないよね、でも雨漏れってね。雨漏れってほんと難しいから。はい。ね、で、雨、うん、まあ、わかるんだよ。その雨漏れの原因が、明らかにこれやらなあかんでしょっていうところはやってなくて。うん。うんうん、どこ?なんかお前、ちょっと YouTube っぽく喋るだよ。秘密にして喋ってくれよ、なんかお前。なんかお前、メタってこうだみたいな喋り方するから、だんだん順番に出てお前。ね、で僕らからしたら、やっぱお客さんからしたら、まあ、まあ、一応プロに頼んでるわけじゃないですか。うんうん。で、まあ、ここは押さえとかなあかんなっていうところは、うん、まあ、全部例えばシーリングやらないとしても、うん、ここは押さえとかなあかんなっていうところを提案するのがやっぱプロじゃないですか、うんうん、ある程度は、うん、まあ、そりゃそうだよね、はい、で、お客さんが、まあ、例えば屋根が塗らんでいいでしょって言って見えないからって言って、いや屋根のこうこそやんなきゃやべえですよとか、そうそう、そんな感じです、で、まあ、見に行って、うん、で、まあ、塗装しとるってなったんで、うん、まあ、一応ある程度保証あるわけじゃないですか、うんうん、なんで、まあ、うちがこうやって手つけると、うん、やった業者からすると、いや、よそが手をつけたんでよそにやってくださいよっていうふうにもなりかねないんで、うん、なんで俺はお客さんに、うん、いや、これ3年前だったら一回そっちに電話してもらって、うん、どこなの、どこの箇所行ってないのかな、まあ、どこなんで秘密にしたのこれ気持ち悪い。いや、そこがないから俺も集中できるわ。どこなんだろう、まあ、それが気になっちゃった。窓回りです。やってない、やってないです。だけど、まあ、集中とかじゃん。窓回りなんか壁はやってない。いや、そこ ALC なんですよ。メチはやっとるの？メチもやってないです。まあ、外見のメチは最悪やらんでもいいもんな。ALC、まあ、最悪悪くなってなければまだいいかなと思うんですけど、だけど、まあ、見に行った段階でもう塗料塗ってあるじゃないですか、うん、だけどサッシのところにシールが入ってるじゃないですか、もともと割れとる上に塗っても塗料って割れるじゃないですか、うん、割れたって分かるじゃないですか、うん、ってことはもう完全にシールやってないじゃないですか、うん、あ、だし塗装する前からシール割れとるって分かっとるわけじゃないですか、うん、そこって、うん、なのにやってない。もう完全にパックリ口開いてるんですよ。なんか見積もり書ありますって言って、うん、で見積もり書見してもらったんですよ、うん、そしたら、まあ、一応、まあ、バーっと項目が書いてあって、うん、まあ、細かくないですよ、うちみたいに、うん、細かくないけどバーって書いてあったんですけど、シーリング一式4万とか3階建てですよ。3階建ての LC で4万円。業者は分かってないんだな、多分。分かってないんだろ。結構業者分かってないっておるよな。かなり多いですね。あ、だってシールもやらないのに、フッ素とか、向きで提案してるとこもありますからね。ああ、あるな。だから値段だけ上げたくて、そうそうそう、塗料だけバンバン上げてって、で、一番肝心な工事を。やってないみたいな。そうそうそう。わかるわかる。例えば、うちが100万、よそも100万なんだけど、ここはシールも何もやらずに、塗料だけめちゃくちゃいい100万。はい、で、うちはじゃあ、まあ、これが皆さんだったらこういうもので、まあ、壁なんか最悪売れたんだもん。いいわけよ。俺も最初の頃ってそうだったけど、いいもの塗らなきゃいけないって感じだけど、塗料って良すぎなんだって、まあ俺思うけど、はい、十数年だから、売れたら十分だから。なんで一応、まあシーリングって入ってるから、一、うん、回、その業者に確認した方がいいんじゃないですかって。ああ、もう、ね、直してくださいって言って、はい、まあ、うち問い合わせだったら多分直すだろう。うち結構直してくれない。そうですね。その直したら当たり前だけど、ちゃんとした業者は直すでしょ。足場ぐるっと組んで、まあ実際直したりっていうのもやってるな、ね。結果、そこの業者は、またそこを直すんだったら、足場代かかる、シーリング代かかる。あ、それ、あ、ちゃんと問い合わせたんだ、その人も。そうです。うん、問い合わせて、だけどお金もらいますよって、はい、それ通るの、そんなぶち切れられない、やめとんかって。俺だったら言うけどな、客見て言ってもらう、文句言ったらやるみたいな。もうそれが一点張りらしいです。そう、無理ですとか言って。無理です。まあ、だけどさ、今ポータルとかあるからさ、うん、本当に多いよな、そういう、うん、多いっす。めちゃくちゃ聞くけどな、知り合いとかから。ああ、なんかあるかは、うん、まあすごいな、一発目がこれか。まあまあきついやつだぞ、お前。大丈夫。そうそう。まあ、これよりえぐいの出るよ。えぐいの、まあ、本当に多分あるあるなんですけど、うん、その屋根の素材って、まあ、めちゃくちゃ劣化の、まあ、不具合商品って言われる商品があったりするんですけど、うんうんうん、その、うんうん、出しちゃっていいのか分かんないですけど、うん、いい、まあ、でも、ピンだ、パー、パー、丸、丸、丸、ルーだから、パー、パー。でもそれメーカーも分かっとるんだろう。それは本当に、まあ、めちゃくちゃ、やばい屋根だよね。やばい屋根。どれがやばいかっていうと、もうその、立って10年とかでも、平気でもう屋根が、ミルフィーユみたいに、
パカッてなってます、うん、もうバリバリになってバリバリに、なんならちょっと厚みあるやつだろ、じゃ あれだろ、アスベストアスベストが禁止されてからのやつだ、そうです、でも今のやつはいいんだよな、他の中の入れとるものはアスベスト以外にちゃんと強いものが入ってるけど、はい、その時期のやつだよな、そうですね、入れ替わりでアスベスト禁止になって、はい、数年の、はい、まあ、材料だよな、でそれ全部と限らんのじゃないの、まあ、パミール他のメーカーもあるんじゃない、もちろん あるんです、パミールだけを限定しちゃうとその作ってるメーカーかわいそうだよな、そうなんですよ、で、はい、それだけじゃしょうがない、まあ、まあ、それは仕方ないんですけど、うん、まあそれをまあ相見積もりあって、うん、まあうち含めて3社だったんですけど、うん、その残りの2社がその状態にもかかわらず、うん、もう普通に塗装でできますで出してたんで、お客さんも分かりますよ、ね、ああは塗装できないのに、できないのに塗装で出してる業者がいること、そうです、出してて、でまあその3社も集まってるのにうち含めて、うん、残りの2社がそれを言ってるのがやばいなっていう、もうその見えないんだったら分かりますよ、屋根があって全然その高台みたいなところから見えるのに、うんうん、そので見てボロボロなのにその提案をしてるのがやばい、うん、でも本当にお客さんもその2社が、まあ、分かるわ、確かにそうだよ、なんか俺なんかそれ調べた覚えあるもん、めっちゃで結構出てくるじゃん、あれ塗装しとると、はい、そうですね、塗装やっとってそれ知らんのがやばいよ、それを知らないのがやばいし、創業1年目とかだったらまあ分かるけど、はい、でそういう場合はまあどうしようも、もうそういう場合はあの上にかぶせるしかないんですよ、うん、かもう取っ払うか、うん、吹き替えって言われるような、うん、しかないんで、塗装でやってももう、あ、まあ、カバー方法でやるか、はい、あ、そうだ、まあ、塗装でやってももうボロボロ壊れてくるんで、うん、意味がないのにそれを提案しちゃうのがどうなの、うん、っていうのはやっぱり、あ、なるほどな、うん、あ、まあでもあり得るな、まあ、シールをなんか本当にシリコンでやっちゃう業者とかな、まあ、お客さんなんかよくやってるじゃん、シリコンみたいなホームセンターで売ってるやつ、はい、もう塗料乗らないんだよな、乗らないです、一番安いんだけどめちゃくちゃ安いんだけどさ、なんかあれだよな、あの昔の本当にキッチンとかになんかビューって、そうです、ああいうのでやっちゃう業者とかおるもんな、いますね、壁とかもやられて困るのは、うん、あれってあのやってあるところじゃなくて、うん、周りが汚染されるんで周りも弾くんですよ、そうだよ、ね、だから厄介そうだよ、ね、だって俺昔さ俺もあのだよ、塗装屋やってまずシール会社に頼んだ、多分何なんだろうな、やり始めた当初だけど、俺思い出したけど、カートリッジ持ってきてやってた、教師だったでも、CD はカートリッジでやりようがないじゃん。じゃあ、材料だら倍、3倍ぐらいするでしょ。うん、丸カンで6キロでいくら、4000、5000でしょ。で、そのトレンシナ、うん、あの、打って、この、鳴らしたやつ、戻せるだろう、ガンに。全部カートリッジでやってる業者っていうのは、俺信用できるんじゃないかって思うんだけど、で基本的にはこういう丸カンか、まあ違うものだろうし、こういうものをプロが使ってるとかな、鳴らした時に残ったやつをこういうところに溜めとるかな、お前らこうやって鳴らしてこうやって溜めていくんだよな、これで溜まったやつをまたこの中に戻しようだろう、でこれあの攪拌機って言って、これちょっとさ見づらいかもしれんけど、結局これで2液で混ぜるんだよな、これまあこれ今これ入っとるやん、1液の方がいいっていう人もおるけど、まあ、2液の方がいいだろう、絶対シャンプーでもそうだもんな、シャンプーインリンスの方が絶対良くないかなやろう、それは硬化剤っていうの、硬化剤、うん、でそれを混ぜて、あれでぐるぐる混ぜて、はい、鳴らした時に何ちゅうの、視聴者の人ちょっと分かるよ、説明説明、鳴らした時に溜まった材料はもうゴミになっちゃうけど、まあ、あのままな機械でやるから戻せんからな、あの機械にな、はい、あのチューブに戻せんもんな、うんうんうん、2液だと ガンにもう一回滑り直して、ああガンがある、あれが本当に防水とシールだよな、やっぱそうですね、塗装なんかも言い方悪いけど、まあ、めくれてこん時はいいやん別に、まあ、最悪雨漏りしんやん、まあ、最悪めくれても雨漏りしんやん、あれお前なんか言ってたやつ、鉄分のところ水性塗っちゃったってやつ、あ、要は水性塗れないところに水性で塗っちゃって、うん、もうすぐ塗料がめくれてくるみたいな、うん、それうちだろうちだろだけどそれで言ったら俺一番最初に覚えてるやつだから、あ、そうです、もう俺がその無職だったから僕もそうっす、一番最初に覚えるのはその水性で塗れる場所、油性で塗れる場所って、これ油性では塗っちゃ、あ、水性で塗っちゃダメ、油性で塗っちゃダメとかあるじゃん。はい、それ、あの、1の1だよな。そう、俺も、土職から塗装屋やったから、経営者としてやり始めたから、職人としては塗れないんですよ。そうね、まあ、あんま視聴者は分からんのかもしれないけど、鉄を水性で塗っちゃったら、ありな、もうブワーなんだろう。なります、もう。よくあるよな、でも見とるとな、鼻咲いたって言って、ブワーってめくれとるな、あの、で、パリパリになっとるんだな、なんかあの、造花みたいになっとるやつだろ。ああ、なっとるよな。やっぱ、そういうとこに限って、もうお客さんも、
っぱ予算が低かったりとか。ああ、でも予算の問題ですか。水性塗る？あのすぐできるでしょ。一年もたんだろうでしょ。あれじゃないですか。その職人さんたちの 在庫っていうか、その自分たちで。あ、これで塗ってください。いや、塗料持ち出しだから。いや、在庫でもう吹っ飛んじゃないですか。かも。お客さんが？いや、その業者が。いや、だけど職人の方が分かっとる。職人がそんなのダメでしょって言うでしょ。だってダメな職人が塗ってるからそうなんですよね、はい、そんな職人おる消毒度が余ってそれは闇だぞ塗装業界のいやいやそれとそうだって俺でもさ、まあ、経営者としてだって逆に覚えたんかいろんなこと覚えるわけじゃんでもうやったことないやつだって多分それで推薦にとったらだろうまあまあそうだ、ね、だ足場職人がペンキ塗ってるみたいなもんだろうそ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 うなんか さっきもさ、まあ、人気2万がどうとか高いとか安いとか、まあ、よく俺もお客さんに言われたことあるわいやまあ、昔だから、まあ、言って、まあ、2枚、まあ、2枚だけはさ、ちょっとやるもんでとか、その工事でね、はい、まあ、総合で売ってほしいとか、2万円も払うの？いやいや、そんな払ってないでしょもうさ、じゃ職人なんでどんどんこいつ。じゃもう、その2万円って、もう仮に給料1万5000円でも、消費税だってかかるだろうし、税金だってかかるだろうし、交通費だってかかるだろうし、まあ、トントンでやれんでしょしかも、職人なんか今2万円で、こういうのいい職人ね。今うちは塗装職人はみんな一人動画なんだけど、そりゃ月ね、土曜日も出て月25日働いて50万40、50稼げんと職人だね、20年30年そういう店という人間ばっかだね。あれ50じゃ50万しか稼げんとこんだろ。まあまあ話がそれだけど、まあだけどまあ闇は深いな。まあどれ何分喋った？3分です。私、1個思い出しました。思い出した思い出したこの席ですね。あの、違う会社の営業の人と一緒になって、うん、そこは、うん、あの壁がトタンだったんですけど、うん、あの時間がちょっと一緒になっちゃったんで、一緒に、うん、あの現地調査行って、うん、どういうこと？他の業者と相見で同じ時間にさせられてお客さんで、そこの会社はあの女の人で、やった、私も、うん女性同士頑張ろうと思ってでクッと見積もり見たら、うん、このうちあのトタンなんですけど、うん、あの中塗りは塗りが水性セラミシリコンって書いてあって、うん、中塗りあえてあの塗料が水性セラミシリコンって書いてあって、うんねうん、トタンだと絶対水性ダメじゃないですか、うんうんうん、そこであのお客さんにやったもらったと思ってうわすごっあのトタンで水性なんてありえませんよってそこで言えたんで、うんうん、でそこの会社の女の子は、うん、いちいちどっかに電話してこここうなってますがどうしましょうとかなんか、どうどうどう、分かっちゃいましたねそこの会社が、いや自分で判断できないから、会社のとこ、いや価格隠すでいいよ、これもある、ですよね、あ営業マンがもうそんな新人に関して飛び込みなんでねあそこは、いや何にも分かんないんだ、分かってないで、ああの。途端には、うん、もうあの何も考えずに水性サラミシリコンってやっちゃうんだと思ってああそういうことねだけど工事が実際始まったら塗装職人が言うなよこれじゃなんだよって言っていやー予算組みされちゃってお前ら職人なめてないいやでもっすよあのその女の子多分初めてじゃないわけじゃないですかだって俺も同じ状況にあっとるんでもし職人が言っとんだったら、うん、そう絶対わかるじゃないですか担当者いやこんなん絶対ダメだよってあそういうことかでも同じことやるってことは分かってやっとるのか本当に本当に本当に知らずにやっとるのかまたあそこの職人はちょっとひどいもんなひどいっすねもういい噂ないもんなないっすね本当になんかあそこから来るその塗装の職人ってまあこれ、まあ、どこが言っていいか分かるけどで塗り替え道場に来るじゃん終わっとるもんなそれ3年やってましたとか大体ねあなるほどね最後にリエビいいの言ったねやった、うん、思い出しました今あ鉄分で結論は私は女性ですけどあの相手の女性より私の方ができるでしょっていうことが言いたかったそうお客さんに言ったんですよ今度申請出しちゃダメですよあ言いましたよそこをつついて契約があったそういう卑怯の手を使ったわけそういう卑怯ななんか私の方が知識ありますよ出してまあだけど本当にそんな業者信用したからよねもうそういう体質だからもう職人もそう言われたみたいなしかもないし、まあ、まあそうだよねプライドも何もねまあでもそうだな塗装業界の闇だなリフォーム業で10年に1回だからまあ言い方悪いけど
そこまで信頼受けて帰ってこんのもいいもんね。そのプライドの問題だ、まあ、特にそういう店構えてやってないところだとそうなっちゃうからね。リピートが10年先15年先とかだから。ああ、そうそうそう、メインはあの大事な話なんじゃない。そうですね、6月の19日。もうで会場も喋ってもらうと決まったの？あの決まってます。誰？お掃除屋検査、ああ行ったうちの、はい、うん、あの YouTube っていう、あれ結構やっぱ仕事増えてるらしいな。だけど俺あのあれよりもさ、ほんと e コマース、はい、ああ、はい、あの e コマースってネットで物を売ると塗装屋なんかめちゃくちゃ強いんですよって言われて、あちょっと私あのどういうことが興味あるのちょっと知りたいですよ、ね、そうなんです。ちょっと大体思ったのが YouTube を始めるきっかけ、なんかなんで皆さんが始めたいのかっていうのが聞きたいのかなと思ったんですよ。今ともう YouTube でももうお金になると、これまずいなと思って、でまあどうしたいんかなってずっと悩んでたんですよ。まだもうちょっと SNS の使い方を変えようっていうふうにちょっと思ったんですね。でどう変えるかって言ったら、まあ基本的に LINE とか、あと今ちょっとやるライブコマースですね。ライブ配信。どういうことって言ってましたね。なんでオンラインでその売れるみたいな。ならこうで、まあこれちょっと基本コント言えんけど、はい、まあ俺で本当もう近いうち行ってくる。一応その東京の品川でやるっていうふうで、うん、まあ、あのどういうものを特化してやってるかっていう、お掃除屋健さんと、あお掃除屋健さんとうちの代表の、あそうだと、まあその最初に言えば、まあ、なんでお掃除屋健さん、そうそうそう、すいません、一番すいません、俺一番の名前だと、あとはあのうちの YouTube 編集してる、あそうだ、あそうだ、なんでまああのいやこれ面白いよ、はい、今回あの、うん、どっちかっていうとテーマは動画に特化した。うちは長編。あれ動画になっとった？前の動画でなってますね。すっごい分析しようかじゃん。あれ動画使ってた？知ってるかはわかんないです。すみません。あそこ撮れ動画だったらちょっと使ってほしい。はい。これ白を作って、でもさっきの一緒するサムネイルとか、はい、YouTube のオリジナルとか、こうやってあのビデオとかも。でも人生初じゃないですか。自分の動画を編集するって。そうでもないですか。じゃないです。自分で YouTube チャンネルを作って、いろいろ実験はしてるんで。マジですか。40万再生ぐらいは。出してマジですか。一本の動画で。もうちょっと概要欄貼っておきますか。なしでお願いします。ここも YouTube 講座ポイント1なんですけど、はい、チャンネルなんですね、はい、で建設じゃないですか、はい、でここで20万人の人に紹介してもらったらラッキーじゃんって思うかもしれないです、はい、絶対ダメなんです。へえー、じゃあ見に行こうって、建設系の YouTube を愛してる人が見に行くわけですから、はい、興味ないから途中で動画閉じちゃうんですよ、はい、そしたら何が起こるかっていうと、今までにないようなニーズの人たちが動画を見て一瞬で閉じるわけですよ、はい、そしたら視聴維持率下がるんですよ。だからコラボってめっちゃ危険なんですよ。だから YouTube は本当にあの一歩一歩自分の力で進んでいくのが一番いいですね。ちなみにどんな人が来たら、あのどんな例えばもうまだやってない人が来た方が勉強になるのか、まだやっとる人でも来ても勉強になるのか、どっちもではあると思うんですよ。その今現在企業で SNS をやられてる方はもうやられてますか、皆さんは。いますか。はい、やられてるんだ。やられそれは やってる。何をやってるかですね。気になるな。 SNS とか、まあ、インスタとかも含めて企業チャンネルで、はい、あ結構いるんだ、はい、ショート動画と上編動画と、あとは編集の人も来るんで、うん、基本的には動画に関してのテーマ、うん、じゃあどんな人が来てもある程度勉強になる。だけど経営者とかが来た方がいいんじゃん。俺はそう、はい、SNS ってさ、まあ、なんかわからんけどいいなぐらい、いいって言ってるでやってる人とか、やろうかなと思ってるけど実際どれぐらい効果あるのっていうのが聞きたい。俺はなんかそっち派の人が来た方が、まあ俺もそう大した話でいいから。だけどじゃあ SNS でやって会社がこう変わってったよとか、そうですね、リアルな話をしてあげたいな。リアルな話、はい、そうすると熱量出るじゃん。そうです、じゃあ真剣にじゃあ人やろうってやってみようかな、はい、ぜひ、はい、来てください。はいはい、はい、じゃあせーの、また見てね。まだ、こんな回数ないんで。